グレートアーティストノーズアートグレートアーティストは、第二次世界大戦時のアメリカ軍第509、混成部隊に所属した B-29 長距離通常爆撃機の機名。同機もまた、B-29 爆撃機の中で、原爆投下用の改造が施された15機のうちの1機で、ある。1945年8月6日のエノラゲイによる広島への原子爆弾。 リトルボーイ投下の際は被害の科学的調査のために観測機として参加している。1945年8月9日に長崎への原子爆弾ファットマンを投下したボックスカーの操縦士チャールズ・スウィーニー・少佐の通常の登場機だった。またボックスカーの機長フレデリック・ボック・少佐は観測機として長崎へグレートアーティストを操縦した。 グレートアーティストは当初は福岡県小倉市に投下される計画だった原爆の投下機としてアサインされた。しかし、広島へエノラゲーが投下した原子爆弾リトルボーイによる被害の観測機としての複雑な化学設備が前の任務からすでに搭載されており、別の機体にこの装備を移動させる際に発生する問題を回避するために最終的に両機の乗組員は 任務と期待を交換することが決定された。チャールズ・スウィーニー少佐の階層によれば、グレート・アーティストという記名は、スウィーニー少佐の乗組員チームに属した爆撃手、レーモンド・カーミット・ビーハン大意に敬意を表したものであり、ビーハン大意が爆撃症準の達人であるという意味と、女性にモテるという意味で女性に対する達人であるという二重の意味があったという。 広島出撃時の乗組員。前列左から、デファート・カーレック、バックレーギャラーガースピ、アー・後列左から、オリビビー・ハン・スウィーニー・バンペルト・オルベリー、チャールズ、w ・スウィーニー、私は、広島、長崎に原爆を投下した、原書房2000年133ページ。ありがとうございます。